はい、ひと月し水です。本日はですね、木原誠二さんの、まあ、奥様のですね、えー、P 事件。P 事件というのは、ですねあの、殺 P 事件疑惑というところで、まあ、昨日も動画を撮って公開をしているんですが、うんえー、これがですね、木原誠二官房副長官はですね、どのように答えたかというと、「週刊文春」がね、あのー、これ、嫁さん。 今の奥さんが2006年の段階で、実は前その今の奥さんの前の旦那さんなんですよねで、その前の旦那さんが不審死を遂げている、でしかも、警察の事情聴取を、あのその木原誠二さんの奥さんは受けているというです、ね、非常に恐ろしいことがあって、木原誠二さんは「週刊文春」によると、なんと答えたかっていうと、なんで2018年になってからね。 あのそんな捜査するんだと2006年昔の時の事件だろとやっててその時にちゃんと捜査してくれていたらこいつと結婚なんかしなかったのにという、まあ、大変素晴らしい <laughs> あの正直なコメントを載せられていてですねなかなか、あのー、正直な男性だなと私は思いましてで本日はですねそんな木原誠二さんがねあのまあ要するに今回の「文春法」はですね木原誠二さんが何をされたか文春に書かれたのは もお前のね、あの元嫁って、えー、こういう疑惑あるだろ、警察にも事情聴取受けてるじゃんっていうふうにこう書かれたわけですよ。で、さらに木原誠二さんの,あの奥さんの知人が、いや、愛人に、これ、ややこしいんだけどね、木原さんってあの奥さんと愛人がいるんだけど、愛人があのだって、奥さんと別れてよっていうふうにこう言った時の木原誠二さんの言い訳。 これがですね、だって俺いないとあいつ連行されちゃうもんっていう風に言ってたのよーっていうことを「えー、週刊文春」が音声付きで流したとなかなかまあやばいですねでそれに対して木原誠二さんが「えー、マスコミ史上まれに見る深刻な人権侵害」ということで「週刊文春」記事をめぐり「文芸春秋刑事告訴」でそれに対,<え>、えー、対してですね、えー、刑事告訴されたあの「 この『週刊文春』れた。されるというふうに言われた『あ週刊文春』の編集長、これあの実は編集長交代の時期だったんですが、これ関係ないです、別に。あの刑事告訴されるぞって脅されたから編集長交代じゃなくて、ちょうどいいタイミングだったんです、5年もやったら組織は腐るからねっていうことで、交、え、代、ー、大変素晴らしいですね。でそれで えなんと編集長のコラムとしてですね刑事告訴とともにされる編集長最後の挨拶いやー私なんか政治家に刑事告訴されるそうですいやーすっごい私らしくってはっはっはっみたいなおおみたいなね感じでえーついに始まった秋原政治 VS 週刊文春いったこれはジーナリストらしいですよねえに何何 ジャーナリストらしいんですねそ非常にあのー、大変あの正当派なジャーナリストでございますはいバークトウェインみたいよいやこれはね <laughs> あの非常にわかりやすいんだけどもあのー、今回は、えー、ちょっと昨日の動画で細かく話したんですけど木原誠二さんの奥様に一体どういうねあのことがあったのかとかあとその木原さん自身がなんで<ー>、えー、俺いなくなったら離婚したらあの妻が連行されちゃうもんみたいなことをなんで言ってんの っていうところも含めて、えー、ちょっとですねおさらいをしつつ、このマスコミ市場、まれに見る深刻な人権侵害えだから私、これ見て思い出したのが、週刊、えー、と新潮45に載った、えー、LGBT は生産性がないっていうあれ、あなたのお仲間の自民党の杉田水脈さんの記事の方が、<ー>よっぽどなんかいろいろ踏みにじって。 いるけどえマスコミ市場まれに見る深刻な人権侵害ん,ん人権侵害ってこういうこと言うんですょ、ね、<laughs> いやどちらかというとプライバシーの暴露とか強いて言えばでもあなた公人ですよねっていうところがあるので。 背後にこんなんもし抱えてるやったら、うん、国民はそれは当然知らんといかんわな。そうなんだけど、じ人権侵害<ー>人権侵害どこの大学でとんのもう。いやもうほんとね、<お>どこの大学でとんねん。<お>こいつは本当に、木原選手。ほんと。 まあ、だっお前、まあ、人権って言葉をお前どこどこ大学で勉強したんやっていうわけでえっと日本最高のエフラン大学東京大学の最高のエフラン学部法学部をご卒業されているということで <laughs> くもう誰だととう人い本当にもうこんなの教育したんだど,だかどんな教授がこんなエフラン大学の教授やったんで <laughs> うん あここにいた東大教授というわけで安臣 <laughs> さんと語りたいと思いますよろしくお願いしますはい、はい、<laughs> もうなんか何な,な,なんかもうこのこの振りもそろそろちょっと書いてもいいかもしれないから <laughs> というふうにあの思うんですが、えー、これですね非常にあの何でしょうあのマスコミ史上まれに見る深刻な人権侵害、うん、何を言ってるのかねというふうにあの思うんですが 私、そのままあまあそこに行く前に、一体何があったのかをちょっと簡単に表で、はいこれ、週刊文のこ,れ、ね、のこれ年表だけでもややこしすぎる上に、なんかこう、人間関係図までいきますよね、はい、複雑回帰で。あのまず女性が、えー、っと三人出てきます。あの3人出てくるんですけど、そのうちえー、っと一人はもう一周で消えているので、今回2人ですね。うん、えなんですが、まず木原さん。 2005年に衆院選で初当選をしてでいるんですがあの次にですね2006年4月10日 X 子さんの夫、えー、安田種男氏が不審 p <ー>ってもうまずあの政治家並べるときにあの突然あの初当選1年後、えー、今の嫁さんの当時の旦那さんが、えー、お亡くなりになっていて、えー、これちなみにあの安田種男さんはですね え別に去年82歳とかのそういうことではなく28歳でお亡くなりになっていて、うん、で、えー、ちょっと駆け足でどんどん進んでいくとですね2008年には木原さんが銀座で働いていた X 子さんと出会うという形になる、うん、要するにあの X 子さんのえ旦那さんがですね死別という形になって。 えそれで、えー、ホステスさんとして働いていて X 子さんと出会ったんだけども木原さんは衆院選で落選をしてしまいます。で、えー、これ自民党がゲアした時ですねで2012年にあの木原さんは衆院選で2度目の当選を果たし国政復帰これは第二次安倍内閣の始まりというふうになりその第二次安倍内閣の中でですね2013年木原さんは外務政務官にあの就任されるとで2014年には X 子さんが木原さんの娘を出産。 この頃に結婚なんですけど、まあ、いわゆるですね。あの、最近流行りの言葉知ってます？できちゃった婚のあの流行りの言葉。最近できちゃった婚って言わないんですよ。うん、ちょっとなんか死語なんです、ね。でもはい、死語なんです実は最近は授かり婚って言うんです <laughs> ん。バージョンアップした。バージョンアップした。より事実を隠蔽する料理ってありました。<laughs> いやあのなんかあの「できましたコン」っていう正しい表現もあったんですよ。やっちゃいましたコンとかでも別にいけないでか。<laughs> できましたコンっていうのは <laughs> いやでき。できちゃったっていうのはなんかこう恋じゃないみたいな感じなんだけど「ど<う>できましたコン」っていうもうちょっと積極的なやつもありましたどなるほど、まあというわけで授かり子になったんですが実はこの2013年か2014年の間に結構ごたごたがあって X 子さんとは別に。 B 子さんという、うん、もうこの表にも「週刊文春」がねややこしすぎて書いてない人が登場してそれは経団連の人たちが使う料亭の娘さんだったんですよね。うん、でその人と結婚するよというふうに言って木原さんはいろんなあの人たちにあの結婚式の招待状までで送ってたんですね、うん、でそれに対してですねいや俺あのー、X 子さんと付き合ってるけど、あのー、もうその B 子さんと結婚するから君とは別れるというふうに言った X 子さん。 絶対わからないよっていうふうにこう言われて、えー、それでですねあの観念して、えー、子供も,生まれもそこはちょっと不思議ですよねえ、何が不思議その関連 まあ、その、ばらしていろいろするからっていうことですか。うん。まあ、あの、もうあの、疑問点をいちいち、一個一個聞いてったら、<ー>この年表を説明するだけで動画終わるから、はい、書き出していきますよ。ですねはい、後でいきます。ではい、えー、で、それで、えー、っと、できちゃった婚、授かりンやっちゃったコえ中出しコなん、はい、でもいいんですけども、えー、今、ちょっと下品な言葉があったことをお詫び申し上げます。<laughs> あのあの2015年に、あの、なんとですね、結婚した半年後ぐらいに、愛人が、はい、 子供産ん,でんすよお何しとんねんてお前はと <laughs> こうだからこう 3, 3つ同時にそうこの人と結婚しますこの人は妊娠してますこの人も妊娠してます <laughs> お前どんだけ <laughs> どんだけマルチタスクマ <laughs> ルチタスクででしかもお前デジ,デジタル庁の長官をやれみたいないやほんとですねはいなんですけどなんとこの時 <laughs> あの岸田さん外務副 えー、外務政務官なんで、外務省の秋原さんは、なんか俺、岸田とかね、なんで。木だからですね、木原と岸田が被ってるね。うん 岸田首相がやってるわけないじゃないですか。あんなね、虫も殺さないような、本当、ボンボンな顔していて。まさかさんまたやってるわけないでしょう。う <laughs> ボンボンすぎて、木原誠二さんのことが理解できないから放置してるだけであって。まさか岸田さんが同じようなことをやってるから、俺も言えんわってことはあるまいなと。<laughs> えー、そんな小芝居はさておきですね。 あのーまあ、なぜかあの愛心が子供を産むと。うん、で、えー、さらに、えー、なぜか愛心が子供を産んで、こんなもうドロドロのドロドロの人をなぜか安倍晋三は外務副大臣に取り上げて。こんなに抜擢しなくてもいいよね。2回当選するわけでしょ、はいで。そして2017年にあのなんと木原さんは自民党の政調副会長兼事務局長。これ早くなりすぎやんな。はい、でそして2018年春ごろに警視庁が安田種子さん、要するに。 あの木原さんの前奥さんの前の旦那さんの、えー、これがですね再捜査されると、うん、ま要するにず自ら命を絶ったんじゃなくて、れこれは殺人事件であるというふうになり始めます。うん、で、この時に木原さんが何を漏らしてたかって言うと、こうなんで10年もたってから捜査すんのよ、もう、最初にやっといてくれたら、こんなやつと結婚しねえよという、大変正直な。はい、うん はい、大変正直な。まあまあそうですね。気持ちも、まあ、若干わからんでもないがいい、それは言ってはいかんだろうというふうな感じが私はします。はい。で、はい、掛け合いしていくよ。で、そういうことがあってから、あのなんと、木原さんの、あの、えっ、ー、と、奥様の実家、警視庁が家宅捜索に入っております。で、えっお<こん> <laughs> 奥様の実家まで。奥様の実家まであの。亡くなったところが、とか、あと関係者とか、 がおそらくこっち側なんでしょうねああで、えー、なのにもかかわらず、同時期に木原さんは、ですね自民党の情報調査局長に就任。なんでやねんな、これ、おかしいやろ。いや、もう意味がわからないんですが。自民党に調査能力ないんか<笑><笑>で、えー、そこから一気に3年経って、岸田政権が誕生して、えー、木原さんは内閣官房副長官に就任。でおかしいよ。 12月には「週刊新潮」が木原氏の愛人問題を放置、で、あの、東京五輪の疑惑事件があったり、うん、その前には統一教会問題があったり、何よりその前にはあの安倍晋三さんがズドンとこうやられたりとか、えー、もうなんやなんやなんや言うてるうちに三浦瑠麗さんの件が出てきたりとか、なんやなんやなんや言うてる間にですね、うん、ジャニー喜多川とも、もうたっこぼりすぎるみたいな感じに、こうなって最近は山下達郎も参戦みたいな感じになった <laughs> もう、もうごっちゃごっちゃっていうところに、さらに、あのー、 今週刊文春がえこんんなもんまであんのっていう今まではいいですか皆さんただの隠し子愛人不倫っていうですね、うん、まあまああのまあまああの正直古い価値観だったら <laughs> 男の解消やというふうにですねあのいうような感じのあのレベルの話なわけですよ、うん、なんですけどいやええっ何その奥さん えっ何不審不審えど,うどういうこと警察捜査っていう,っていうなってくるとこれはにわかにですね。これはもう、タララ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 ですよ、もう。<laughs> もう古畑任三郎流れちゃうよ、ほんとに。こっちはもういい、タララララ、ほんいに。ステいジコロンブみたいな感じですね。はい,はいはいはい、そうお。今日はどうもありがとうございました。って、ね、そういや、<laughs> ちょっと聞いていいでか <laughs> ていかっ最後に聞いて、ポロッと話しちゃうってやつで、ね、<laughs> いや、あの <laughs>。 なんですけど、えーっとまあ、これがまあ年表なんですけど、とりあえず安富さん、疑問に思ったところ、いろいろいいや、もう、いやと疑問に思わないところがないわ。<laughs> <laughs> あのまず、すごい出世してるよね。いや、だからさ、いや、出世すて、だからね、いや権力欲の塊だとしましょうよ。そしたら、ちゃんと先人がいるじゃないですか。 はい、加藤大臣というあの方はどなたと結婚なさったんですか えー、加藤大臣というふうに言われてですね、あああのたわし頭のね、はいはいはいあの、えー、日本最高のエフラン大学卒業しているちなみあいつも日本最高のエフラン大学、東京大学なんですけども、もう本当にちょっと教授何を教えているの本当に。私教えてませんよ。<laughs> あ私のたあの管轄ではないのでその件に関しては私には責任はございませんと。<laughs> いやだないと思います。<laughs> あります。一応こうになっております。はいえー、まあ、まあ、何気に殺した権力の する方ですからね、うんあ,まあそれでえそれでですよあの加藤大臣というのは厚生労働大臣加藤ね、うん、あのさんなんですけどあの人は加藤睦樹と結婚してます睦樹の娘と結婚しますよね、うん、だかもう加藤さんちゃうよね、うん、元はねそうですそうですそうです,そ,うですそれで有力な政治家の長女と結婚しようと思ったらうまくいかなかったから次女と結婚したはい素晴らしい何時代 戦 <laughs> 国時代, <laughs> 国時代 <laughs> でもそれさあのー、根性座ってるじゃないうん座ってるね愛情とか愛情結婚に愛情 <laughs> こういう感じですよねはいなんですけどうんちなみにそれ加藤さん違うやん加藤さんちゃうの木原さんはうん 銀座のホステスさん、愛情を持って、愛情を持って結婚したんだよね。だよね。だって、うん、そんなんするんやったら、ちょっと誰かの有力な政治家とかさ、大会のおものとかいくらでもあるわけだし、うん、でそのねあの両廷の両廷の人と結婚する予定あったんやの。

でそれであのいっぱいそっちから情報を得てやればいいいじゃないか、うんうん、それをそのちょっと脅されたのか何か言われないけどさそれでもう嫌だって言われたからしゃあないからそっちをやめてっていうのは弱いよねそ,のそういう権力の塊としては。権力の塊としてはですね「はあお前別れたくない山に沈められてんかボケ」ぐらいの。 山に沈められるっていうのはコンクリーンに埋まるっていう意味なんですけども <laughs> <laughs> あの,あのあっともうこれは恐ろしいですねそれぐらいのことを言ってパッっていうふうにこうやって、うん、でそんであの料亭の、ね、娘さんと結婚する、うんうん、これできない,ゃい,いじゃんできないわけでしょんできない弱いよね弱いかあのー、このえ。 クスコさんという人が想像を絶する方なのかどちらかの可能性しかないかなと思うんですけどまあだからその想像を絶するほど強くはないよねだってまあ国家のトップを狙ってるわけでしょうん、うん、さあ日本一さ根性が座ってないとなれないじゃんい,いや無理だねいや剣謀術中渦巻いておりますからだってスガーリンとかと戦わないといけないでしょいやそれもう勝てへんよこいつだったら <laughs> だから 中途半端じゃない。うん。なぜそんな中途半端なやつを、うん、こう、しかももうこうなるのは目に見えてるじゃない、いつか。うん,う,んうん。うん。それをどうしてこんなに自民党は、徴用するわけなんか謎ですね。うん。そこ一番不思議。うんで。まあ自民党があってなるかもしれないけど、まあ岸田さん。うん。なぜそんなに、ほかにもいるやん、いっぱい。 うんよっぽど気の利いたやつおらんのかあんまあーいやな中の栗を拾わないといけない何なんだろうなこれ全く知らないんだとしたらさ、うん、逆にさちょっとそれ首相として問題ないかいやアホすぎるね <laughs>、うん 中国のスパイとかいっぱい、それでうろうろしてるよ。そんな弱意情報収集力で、総理大臣って務まるの。いやー、なんかね、やっぱ権力の塊だったらですね、<laughs> これぐらいのことをしてすね。なんか、私、この人の、<laughs> あの、二番目の奥さんのことを思い出しちゃうんですよね。<laughs> <laughs> ああ突然なくなったんです。あのいや突然なぜかあのなんかこのダダさんとダダさんヨシフスターリンっていうダダさんとちょっと口論したらなんでかわからんけど拳銃でゾーンって自分でやりたくなったっていうあのそうそうそうなぜかいや拳銃で撃ってしまったみたいなそうそうなぜかねなぜかいやビ間違いあの自ら命を絶ったんですよお関くれのちょっと関くれから。 あのなんかね、うん、この旦那さんとちょっと口論したら、あのその日の夜の間にずっとやりたくなったって、<laughs> 自分で、自分でやったんですよ、もう大変 <laughs> もう、同志うう、スターリンとても悲しんでる、<ー>かわいそう、話をみたいな感じですよ、もう。<の>そういう根性ないですよね、木原先生。息子がね、あのドイツに捕まってさ、うん、でお前の息子とあのドイツの大将と交換しろって言ったら。 と大将を交換するバカがどこにいるんだって吐き捨てたっていうね。<laughs> もう、やばすぎる、<laughs> ああ、もうそれ、もうヒトラーもやべえけどな、もう中部。ーブ。まあ、<laughs> ちうわけで、えー、っと、なんかだいぶ根性なしじゃないですか。まあ、だから、ねうわ、ちょっと可愛げがあります。まあ、だらその辺、ちょっと可愛げのある人だよね。可愛げが <laughs> ある。 そこは人気のポイントなんだろうねああまあ確かにスターリンみたいなやついたらちょっと怖すぎるうん,うんまあスガーリンでもスターリンよりは弱みが見えますよねいやだって俺がっかりしたのがさがっかりしたあれたが,がっかりした東北新社に自分の息子就職させてる <laughs> とかっていうなんだよ、お前、スガーリーとか言われてたけども、全然息子ひいきとかって言ってる段階だった君には革命は無理だねっていうふうに思う。<laughs> うあのあすみません、菅義偉さん。あのもうっと申し訳ない。もう期待してただけにラクさんがやばかった。<laughs> あのスターリンを見習いよとだいぶ言いましたけど。<の> <laughs> はい<の>えー、まあそのさておき、まあ、だからね、この経歴の人なんてこんなに出世させるそうなんよ。 ちょっとなんかその加藤さんのようなそのもうで人生をこうもうもね、うん、うん愛情だの幸せだのはもう関係ない、はい、っていうそういう見切りがないうん見切りがないんだよねうんそうするとですねやっぱりいずれそういう弱みがあると、うん、うん必ずどっかで出てきますよそりゃ権力って恐ろしいものを取り扱ってんだから、うん、うんうん、なんやろうな うん、加藤さんの方がまだ根性座ってるで。うん、不思議なんですよね。てか加藤さんの方が根性座ってるっていう評価もなんかもう意味わからんけどね <laughs> まあまあ正直すいません。あの正しい表現使います。メクスは鼻くそ笑うってうやつですこれは。<laughs> ま,あまあそうですけどね。<laughs> いやでもまあその岸田さんはなんかちょっと不思議な。まあ岸田さんも弱いわな。いや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 まあ岸田。あのお子様がね。<laughs> 正太郎君が。してしまったのはなぜかというと、やっぱり奥様のご意向が大きかったらしいです、ねあ。そう、あの師、ー、匠<ー>皇庭での忘年会。まず、あのー、あんな、あんなのだから、初回でしなきゃいいものをわざ話したのは、やっぱり太郎っ。さあ、うん、正太郎君がやりたいって言ってるのよっていうふうに、奥さんから言われて。えー、そうなん、まあ、じゃ、しょうがないか、嫁には逆らえんしっていう。 でそれで、あの、こう、ああなったともさ、直ちに切ればよかったものをさ、そんなことぐらいでしょ翔太郎。切るのやめて切るのやめてってって、あの、もう、じゃもうやめとくって言って、で、もうそれで集中を浴びて解散できなくなるっていうそうそうそう。弱いわな。弱い。弱すぎる。この辺が、高知会かうん。高知会なぁ。 ペダリっぷりかまあ、あるいはですね、あのー、ものすごい、えっと、岸田さんの奥様が、あのー、今からご紹介する方ぐらい根性を育てる方なのかもしれません。えー、ポルポトの奥さんです。<laughs> <laughs> こんな人いたら知らなかった。はい、ポルポトの奥さん。ポルポト奥さんおった奥さんおったんですよ。<laughs> ちなみに、あの、皆さん。 ポルポトよりも長生きです。奥さんの方が。あ<ー>サバイバルでしてますね。いやー、ポルポトの妻とか。やり、<laughs> やりたくない。<laughs> ちょっと厳しいですね。<laughs> はい。ええ、まあ、そうなんですけど。うん、まあ、なんかね、あったみたい。まあ、でも、だから、岸田さんが。えー、っと、奥さんに頭が上がらないので。 木原さんも、お前も、ね、あの嫁か、大変やなって言って、おめこぼしっていう、なんか、母親みたいなあの感じで処分をしないのか、ウルトラ本当に調査能力がないので、な何が問題なんちょっとよく分からねいけどぐらいの、それだったらちょっと内閣総理大臣として、まだ菅義偉ゃもうこんなこと言いたいけど、安倍晋三のほうがましだったんじゃないかっていう、<laughs> うそういういや穴開きすぎでしょ、これ。ね <laughs> やばいよ。ああでまあ,あのそんなこのねえー、吸ったもんなんですけど疑問がねいろいろあるんですけど、うん、まあ出世しすぎだろっていうのが一番なあそれはお兄さんが水蒙銀行とどりとどりじゃないなあのえとどりでしょ。とどりかとどりか社長かちょっと忘れましたけどあのそういうところですね。 とか、うん、まあ一族がそうですね曽祖,祖父に関しては日本の大蔵官僚だし台湾銀行の理事だしうん、うん、もうそんなことぐらいでこんなに出世すんの,あの正直台湾銀行の理事ぐらいだったら私も昔知り合いいたよ、うん、あのうん、うん、先祖が台湾銀行の理事でとかっていう満、はい、州国総裁でとかっていう人いたよいたけど。 まあ自虐的に言ってましたからまあまあ落ちぶれちゃったわよっていうふうにこう言ってたんで、うん、そんなに権力あるとは思えないんだけど、うん、その血筋この血筋ぐらいではねねえうんそんなこともないそんなに有能ななことはないな,ないでしょうあのハったり感ね、うん、ハリボテっていう感じの、はあ、このぐらいではな あまあ自民党も人材難人材難なのかな清水優子とかいいにしたらもうそれやったいや俺が <laughs> 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 いやもうあの幸せを捨ててあ,あのもう権力と富を集中させる自信はございますが私もうそういうの嫌です <laughs> <laughs> 遅いねちょっとねもう無理です10年前の私だったらそちら側の歯車に噛み合って いいてててあげてもよかった高い市早苗とかとタッグを組んで。もうタグ組みますよタッグ組みますよ <laughs> もう <laughs> そういうルートもあったかもしれないけどちょっと私無理かなあだ<ー>からもうだって俺思っちゃったもん僕幸せになりたいっ <laughs> <laughs> もうあかはもうあもう無理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 権力方向にはいけないですよ、うん、でもこのねまあ木原さんね すごいいじゃないですかこれちょっとこれだからね。でも、こういう人がこんなにのし上がるっていうのは、やっぱり、うん、まあ、だいぶ、うん、いろんな意味で。だ,だいぶ自民党、やばいんやろね。例えばさ、だから安倍派が安倍晋三さんがお亡くなりになって、うん、安倍派がね、5人衆でぐちゃぐちゃやってるじゃないん,ん,ん,んうん。 本当の帯地短し、たすきに流しみたいな感じ。そうですね。こういうのがね、やっぱり、で、しかもじゃあ、安倍さんはそんなにすごい人だったら、っ単に血筋がすごかっただけでね。いや、本当に。 安倍さん本人としては、ニッキュースー <laughs> その口最高 <laughs> ニッキュースーニッキュースー <laughs> ニッキュースーニッキュースあんなブダマって、アジノトマヒカの質を国会でしてしまってテレビ映ってるとかって、うん、大人物とは言えませんよね。いや無理です。無理です。例えば、吉田茂がニッキュースえ爆笑しすぎてマイクがおかしくなっちゃいました。いやめっちゃ面白いよね。 複雑さを生きる値上げするよ早めに買ってねいやめっちゃ面白い雰囲気だけでも映像で見てほしいなと思います日給争いちょっとあの日教争日教争って言い過ぎてですねあのマイクが耐えられなくなって <laughs> 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 あんですけどまああのこの安倍晋三とかもう本当もうん<ー>チャランポランやったけどいや本当になんか人材の劣化ん<ー>うん、うん、あもう花肌しいし うこ縮小コピー、いや縮小コピー、縮小コピー、縮小コピー縮小コピーっていうふうになってですね、うん、もう本当、いやー、まあでもプーチンだってな、こっちに比べたらもう全然なんかへたるあ <laughs> ってるもんな、だめやもんな、いや、だめでいいんですよ、まあまあ。しょうがないですよね、うん、まあ別に大怪人だって。うんうん テーマだからあの阪急の創業者をねバイスをみたいな業家がどこにいるだろう一生懸命そういう企業家いないだろうかみたいなね悲しい悲しいやめましょうその話されてるだけちゃくんからさあはいなんであのこの木原官房副長官のあのやつがあまりにもていただくでしかも言うたらないんやけど このぐらいのことを喰らって文春刑事告訴してやるいやわあ喜ばせるだけやで喜んどるしてよらっコーるだけやでって言ったら、うん、ライド動画で即座、うん、そ,その編集長のお喜びの声が出ていた刑事告訴とともにされて編集長とてが大切です食べたぼ刑事告訴されるらしいです私はぁーつっていやそれはそこをやってこんなことで <laughs> あれそのネタでまたどんだけ引っ張れんねんけど。お前やでもう。刑事告されましたされましたされましたお<ー>ってなってしかもそれさ、それ取材しなくていいんですよ、そのそのネタは。自分がやられてんねん、もう。おい、うん、しいだけや、うん。 で「週刊文春」の記事は事実無根で捏造されたであろう風説とマスコミ史上をま,るまれに見る深刻な人権侵害と。いやでも警察捜査したことまででかつ、えー、とあなたの愛人が音声に載ってるあれも全部捏造なの。みたいですね AI。<laughs> いや実際ありそうで怖い。あの <laughs> も皆さんああのあの私というか八乙女さんの音声を AI に読み込まして。 あのやることは可能ですからね。うんなんですけど、いや、それは無理かな。さすがに裏取るな。ああああ裏とるで。でもだから、その今の発言自体がさ、うん、下手したら名誉毀損で訴えられますね。うん、何が名誉毀損で訴えられる、今の発言自体がさ、文芸春秋からした,したらさ、名誉毀損やんああ、そうね、そうね。 あの、週刊文集の記事は事実無根だ、捏造だ。とかっていうふうに言われたらさ。もう、ね、本当、当たってるしそ<れ>って。うん、そういう、そういう、名誉毀損。だよね。うん、っていうか、もう、それで、すまへんのちゃう、そんな権力者が、そんなん言うから。うん、証拠ばなし、事実も根だとか、捏造だとかって言ったりしたらさ。あら、一応、かなり。やっぱ、かなり、この人は、やっぱり、弱いね。弱い。だって、そういう時にさ。 唯一やるる方法は涼しい顔するってことだけだけよ、ね、まだ三浦瑠麗の方がちゃんとしとるわ <laughs> ほんまふふみたいなまだ三浦瑠麗の方がちゃんとしてるよこ <laughs> んなんやこれ、まあ、ちなみに「あの週刊文春」の記事ってあのジャニーズと裁判で戦った北村陽一さんっていう方がですね、うん、結構リーガルチェック入れてるんですよああ<ー>、うん、はい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  この人と戦う <laughs> この人と戦うんですか <laughs> あのー、えー、っとですね「週刊文春」はですね次の編集長が新編集長が誰だったかなあのまどういう記事が出てるかっていうとですねあのこんな記事が出てるんですよはい。 これ弁護士かもリスクを恐れず訴訟に負けない記事を作る「週刊文春」新谷編集長っていうのがいてですね、えーまあ、あのー、これどういうことかっていうと「ですね週刊文春」にはリーガルチェックがきちんと書いてあってしっかりとねあのそれを経てから出してるとだから「あの週刊文春」の記事ってすごいゴシップ系に見えるかもしれないけどリーガルチェックとか裏をちゃんと取った上で実は出してるんですよっていうふうにこう言ってて。うん とい,いですねいやもうダメです。だから、<laughs> この,あの弁護士 .com ニュースにも書かれているんですけどもあの、匿名の証言だけではダメとか、伝聞の情報だけではダメ、たとえ公人であったとしても、プライバシー権の侵害にあたる可能性が指摘されるとか、いろんなところをね、つきちくちくちくやられているのを、一個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 ,個弁護士さんとリーガルチェック。で、週刊文春はデスクと、えー、顧問弁護士がいて、 必ず記事のリーガルチェックのためにちょっとでも危ないと思ったらデスクが顧問弁護士に原稿を読んでもらうで弁護士のアドバイスには基本全て従う,うん、うん、そういうふうに構成されてるんですよ「週刊文春」って、うん、えそこに喧嘩うんのしかもそのそん造だっつって、うん、その信頼がだ第一のさうん、うん、メディアに対しての 投げつけときはちょっと覚悟いると思えへんいやこれはねなんか向こうからす週刊文春からするとカモがネギしょってやってきてくれたわっていうさ、うん、にネギ倍増みたいなネギ倍増ですよ <laughs> えっこのトッピング無料でいただいちゃっていいですかありがとうございます <laughs> みたいなじゃあすみません替え玉お願いします <laughs> いやなんかそういう感じ <laughs> いや、これね、文春って、何気に週刊誌の中で、リーガルチェック、かなり厳しいところなんですよ、これ、あのジャニーズのね、あの北村陽一さんという、うんあの、ジャニーズ裁判、戦った文春側の北村弁護士っていう方が、あのジャニーズ関係であの記者会見されたの1時間ぐらいあったんですけど、私、チェックしたんですよ、その際に<お>あの、そういうふうに文春の記事はね、僕もチェックしてるんだけどっていうふうに、こう言われたの。うん だから文春ってやっぱ強いんだなっていう風にあって、だからね、そんなところに喧嘩打ってど、ど、ど、どうすんのこれ。どうすんの負けちゃうよこれは。まあね。だから出任せれば出るんですよ。うんその場しのぎ。その場しのぎで。うん、ああ。なんかありましたね。エフラン大学の教えですよね、それ。日本最高のエフラン大学の え「そんなことは言ってない」みたいなことをすぐ言うんです言ってるんですよ。んでね探検的なそういうこと普通の人間だったらさちょっとあの躊躇するじゃないですか。あれ言ったかなとかなんですけどそんなこと言ってないううん!」ずっとにらめるんですすごいね。それが東京大学の教えでございます。 いやじゃあね、なんでこんな隠蔽、えー、というか、隠蔽もできてない、疑問に満ちた状態でいているといいているのにね、岸田さんはなんでこれをあの置いているのか、それについてね、ちょっと語っていきたいなと思うんですが、その前に CM です。いやー、7月10日になっちゃいましたね、遊びさん。はい、ついに10日なんですけども、まだ間に合う。まだ間に合う。これねあのー、1個 あってですね。何かというとですね。これ値上げ。明日の午前中、入金までなんですよね？うん、で、ホームページのここの3万5千円の部分が切り替わるのが技術者のあの関係上ですね。12時から12時半まで。あの処理をすればですね。1月の12日、7月の12日の12時から12時半の間お昼です。お昼です。11時じゃなくて12時です。 12日。えっと、12日じゃなくてああ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。えっとね、11日の、あの、12時から12時半の間に、<music> ついにこの3万5000円が3万8千0 0円とか、三万4万円とかに、キュッて変わるんですよ。お<ー>それまでにすばりかぶさーっていうふうにクリスチーカード決済するかしたら、まだ間に合う、複雑さを生きる解説動画10時間付き、ね、ぜひ皆さん、買ってねっていうことなんですけど、まあそれさていうです。なんでこの岸田さんがね、 このの人を置いてくだって「週刊文春」を刑事告訴するって言ってるような人、うん、これ岸田さんなんで置いてるんだろうねこれ私だったら、うん、あのちょっとあまりここでは詳しく触れませんけどあのジャニーズ問題に関してね、うん、擁護をしているように見える 非常に恐ろしい人が一人いましてですね、山下達郎さんという方なんですけども、うん、え、なんで擁護するのえ、もしかして同じ穴のピッって <laughs> ことはええ、岸田、お前ももしかしてそっち側木、うん、原と似たようなことやってんのっていうふうにしかなんか思えないんだけどな。思えないね。うん、あ,あるいは。はい あ、これは口にできない。やめとこう。んやねん、なんやねん、なん <laughs> やねん。ピンとピーがピーかもしれませんね。まあ、なのでね、これ、木原さんを重用しておく理由というのが。うん、それピーとピーがピーやったらわかる。<laughs> ね、昔はようあった。<laughs> 昔はわはからんわ。<laughs> <laughs> まあ、中わけで、 これ、岸田さんも同じ穴の無人なかいって、うん、こうなるわけですよ。うん。いや、これは岸田政権の支持率、ただでさえ下がってて、これはすごいで、そんな支持率ところ下げちゃうよ、そんな内閣の、そんな権力握ってる自由な人物はこれで、うん、首相直属で、うん、首相はそれをあの調べもしない。うん、なんで なんでそれはだから自分も同じように実は i 人がいっぱいいて <laughs> いや気持ち悪い「〇 <laughs> P 事件まあ絡んでるんです」とかいや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 ってことになっちゃうよねなっちゃう、うん、あるいはだからその岸田さんと木原さんが P だっていうことですね ちょっといやまああの日本の伝統でかあの平安時代の研究でねあ,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 あのこのこ宮廷内の,あの争いを調べてたらうん、うん、日記を調べるとですね、うん、その派閥が分かれてるその派閥がですねそ,のそうピーつながりで平成、うん、されてるとかいうことは立証されてる研究とかもあるんです <laughs> こチャルツグルフクチャルツグルフ。これ、ジューズ、実証研究。<laughs> あえー、平野○○と初めて通ずとか言って、生きる会話よし、死にかかってる。っていうのは、お便りを通じたんじゃなくて、<笑><笑>えっと通じたん,うん,あうん。とりあえず、あのジャニーズ事務所の次のあのえっ、ー、とアイドル名、アイドルグループ名考えました、私。い。ここに発表いたします。うん、ドッキングカルピスでお願いします。何を言ってる <laughs>

政治官房副長官に行き過ぎた言葉があったりという部分をいやでも言うてないで P、えー、しか言てない、P、えー、してないもし、P の部分に勝手に自分の中の悪魔が勝手な言葉をささやいて、えー、あなたの言葉をきつけたらなれば、それは誤解であり、誠にいかんである。はい、ええわけなんですけど、このね、じゃ次にね、うん、この人、幸せなのかなってことを考えていや、そんなね、幸せとかふざけたことを抜かすんじゃないみたいな感じですよね、<laughs> もう本当ね。<laughs> なんかずいぶん力入ってるんだこの人。F なんで東京大学とかてその幸せとかいう概念ないんですよ。<laughs> ほう、ないんですか。考えても見てごらんなさい。うん、東京大学に合格しようと思ったら、うん、その18年間はどういう人生になるんですか。うん、えー、っと要するにそれは0歳から18歳までの。うん。 すいませんねなん私、あの、プトンの。うかん、なんて、ちょっとよくわかんないんですけど。うかしたいできるの。私の、あの、う。ゲームやりまくりー、うん、そうそう、そんな感じので、そんな感じ。ファミコン楽しいつって、学校面倒くさい <laughs> 新聞配達するー月三万稼いだー漫画買うっていう、これが私の中学校時代なんですけど。そうそう、そんなことしてて、あと合格すると思うかえっと、ちょっと。だからねと、入試のね。うん。 あの何年か前にですね、うん、あの新聞にこういう記事が出たんですよ、こんなちっちゃな。ほうほうどういう記事かというと、うん、東京大学の入試で、えーと、トイレが足りなくて、試験、うん、開始時間が10分遅れましたっていう記事が出てたああのスプレッシャーにね、使えかねて、それでしかも、もともとのトイレだけじゃ足りないから、特設トイレも作ってるんですよ。うんうんうん だけど、その行列が長すぎて、うん、その試験前にみんなトイレに行くじゃないですか、うん、帰ってこないわけ。試験が始められなくて、うん、10分ぐらいのその日、雨だったから、うん、野外のトイレが使いに行くかった、いろいろ事情があったみたいなんですけど、その時にその何年か前にね、うん、私が、そのある先生が、うん、どうして最近の学生はあんなにトイレに行くんだ。 私が受験生だった頃はそんな誰もいかんかったよみたいなことになって。うん。全、ま、くさ、ね <laughs>。お前の。ですの。お前の超はチタンでできとるんかみたいな感じだも。え東大でそれ、要するに権力システムの入り口に入るための勉強です、それ。うん、で、まで,でそこからそ。それトイレに並んで帰ってこれないって合格できると思うかいや、無理や。無理でしょ。無理無理,無理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 。 だから、ここに合格する人はやっぱりチ、チタンまでは行かなくても、ジュラルミン、アルミグライダー、ディクトしかもですねそれはもう皆さん、入り口なんですよ。そう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 。キュアセイジさんが務められたところは、オークラショーなんですよ。オークラショーまでたどり着くのにさ、<laughs> そんな仲いい,いいんです。18年間の親の期待に応えるのは。かわいそうで、ね。うん、かわいそう。うん、まあ、ちゅうわけで。 えー、つまりあの幸せとかどうでもいいわけですねそん,なそんなこと言ったら手帳がチタンにならんわ <laughs> かる俺も最近じゃ踏ん張りが効かないの <laughs> 幸せになりたいとか思うようになったからそ <laughs> <お>う私もだからそうですなんかあの、うん、大学の大学出て,て銀行であのリクルーターやってる時はいはいその私もそういう天才リクルーターだったんですよ、うん もう学生みんな連れてきてね説得してさでいっぱいやる気にさせるの得意で、うん、でも自分は2年半で辞めるっていうねうん、うん、最悪ですね<の> <laughs> 絶対怒った後輩の電話したんですよ1年後輩に「も、うん、しもし今日で退職すんねん」って言ったら「何!」っ <laughs> 電話の向こうで <laughs> 職場で絶叫してました <laughs> そりゃそうやぶち切れるわ <laughs> <laughs> もう一人で、もう一人でましたら。何言ってんすか、女性初の総合職何言ってんすか怒り狂ってましたけど、それとあの,あの,あのちゃんと重役になりましたいやー、やっぱりやめずに頑張って、天才リクルーター素晴らしいというでもまあ、でそれでそれで、そのね、その下1年後輩とかさ、うん、私はなんかちょって言って、なんでお前連れてけえへんねんっ言たら、うん、いや その本人が来たがってる感じはあまりしないと強くなくて、ふざけんなボケお前は玉を掴んで走って帰ってこい,いみたいなこと言ってやる。わかるかる、鬼だったなと思います。切れ、うん、ましたね、そういうこと言って。うんうんうん、分かる分かる、すごく。お前の仕事ちゃうやろ、こんなところで女王出したりするのは。そうん、<laughs> そう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 、そういう感じで。<laughs> あのそういう世界で安みさん2年半でもうあかんわと思ったわけですよ。<laughs> <っ> <laughs> 私も大体ね最初の45年そんな感じでしたよ。うんだけどやっぱね幸せになりたいとか感じだすとですねそういうことできなくなる。無理です。ねうん、だから木原さんとかね権力システムのど真ん中にいるんだったら自分をねこう幸せとかどうでもいいとどうでもいいって殺していけばそれはうまくいくのかもしれんが。それをギューって,やってこの人はポチ うん、ちょっとはみ出しちゃうんですよ、まあ、うん、はみ出してるねで文集に書きつけられたりしてるけど弱い弱いね弱いね弱い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 格の容器がねあの不良品やこの人はそうああなんですけどでもねじゃあ出世すするためには自分を殺さなないとダメなんですかその通りなんですけどでもねあの出世するための仕組み自体がいや今更大蔵省いて一生安泰と思うか 今更、あの、ソニー入ったらあ、もう外資なんですけど、ソニーって、あの、<ん> <laughs> 一生あんたやと思うか違うでしょだったら、そういう心を凝らして、好きなことをね、あの嫌だとい、好きなことをやらずに、ね、嫌なことを我慢してやるっていう、このやり方ではもう幸せにもなれない上に貧乏なんですよ。うん。だから、もうそういうのをやめていかないとね、ダメだなというふうに思うし、木原さんもそろそろ自分の真実、 うん、に向き合っ,き合ったほうがいいチャンスですよ。いやもでそれで政治がやめたらどうやって食っていったらいいかって困ってるならばだいぶリクルートしてるんですけどね三浦瑠麗さんとか広瀬涼子さんとかだいぶリクルートしてるんですけど木<や>原政治さんとかもどうですかねひとつき万冊。是非ひとつき万冊か本を出して。 すべてを語る <laughs> やべえだリーガルチェックだいぶ金かかりそうや <laughs>、うんまあ、なんですけどまあそういうなんであのまあこれ木原さんの動きを見ていやー女こんなにモテていいなと、うん、でそれでも年収こいつ2821万かと権力も持って男の憧れだねなんて思う人はもうあの古すぎる古すぎる古すぎる それとおんのかなおる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 さんまたとか羨ましいとかっていうアホおるってええー、ただのこれあれですよ症状ですよそ <laughs> うねあのねあのもうちょっと一般化してもいいんですうん、うん、女にモテるというのは、うん、症状なんですいやあんまりそこをやめとこ <laughs> 次の動画で次の動画で <laughs> そ,、ね、それははいはいと、えー、いうわけであの皆さんね木原さんのような 人生にこう自分の心に蓋をして、そして生きていくようなやり方はもうやめましょうよと。ねででそれ権力持ってても続かないんだよということでね。でそれでは最後のご案内、くざさを生きる解説動画に。いよいよ最後です。いよいよ最後ですよ。明日の午前中までならまにゃ。 あとわずかあとわずかですね。で、そんで、え、えどういうことって、あのもう、あのこれ、明日のですね、あのお昼過ぎてから見て、金額変わってたんやけどっていう人はですね、まあ、許して、うん。タイムマシンでも開発してください。タイムマシン開発して、私に売ってください。はい、というわけで、あのね買い方、YouTube 説明欄に書いてあるので、ちょっと皆さんにお伝えしたいのはです、ね、複雑さを生きる、まあ値上げの正式なタイミングはですね、これ、10日にアップしてるんですけども、 あの明日11日の午前中入金までは OK ですでホームページの金額がカチャッと切り替わるタイミングがですね技術者の都合上忙しくって12時から12時半の間にカチャッと切り替わりますもしかしたらその技術者がお腹痛いお腹痛いっていうふうになったら <laughs> あのもしかしたら俺の方ん切り替わらへんなって思う人はチャーンスっていうふうに思ってか <laughs> あのかか買ってもいいんですよはいで今 あの入金があの申し込みだけして入金がない皆さん11日の午前中までに入金処理をしてください<あ>そうじゃない人はキャンセル、うん、キャンセルっていう形になりますんでね <laughs> ああそこ転んじゃったんですいけなかったんですっていうふうな皆さんうん,うん運がなかったかな あの、た1の人以上ですね。あの、そういう方、えっ、ー、と、要するに入、申し込みだけして入金、またっていう人もね、あの要するに、明日の午前中までには必ず入金をしてください。うんうん、で、その次に2番目、注文多すぎて配送が遅れております。はい。母さんが夜鍋をして、ででて配送をしてくれたという状況になっていてですね、うん、あの大変な状況になってるんですけど、頑張っております。で、 えー、次にですね「複雑さを生きる2」特別な先行予約販売の、はい、これは面白いよはいこちらはですねあの7月の17日以降に告知をいたしますはいお楽しみにしてくださいでお金と複雑さを生きるの特典動画は今月中に頑張って撮影して送りたいはい <laughs> と思っておりますはいで、えー、あとこれがね最後重要な告知でございます いやもうさもうこの23週間土日もなしで配信し続けた安みさんもう疲れましたもんねどうしかもお母さんその前に26個の投稿をお願いします26ポンド配信しながらおと馬の面倒を見ながらお疲れさまでございますと,というわけで、えー、今週これ月曜日に公開してるんですけど7月の11日火曜日13日水曜日ね えー、合ってるよな、合ってるよな、うん、合ってる合ってる合ってる。なんだけど、そこに関してはね、ちょっとね、安富さんをお休みさせてあげて、みんな。というわけで、あの、火曜日と水曜日、今週に関してはですね、動画ないです。ただし、それでも見たいんやと、どうしても見たいんやと、安富さんが、 火曜日と水曜日動画更新してくれかったかったか <laughs> そんな人おられ、うん、いやいるかもしれませんよどうしても働かせたい場合はですね三菱 UFC 銀行,銀行ね普通講座 <laughs> A 区長支店45695564569556に45です300万円誰か乾杯してください <laughs> そしたら私がだて、ね、バーッであー働くぞーってやってる前合かって言われて でれあないやりでいこなるのでもし来なかったらですね、うん、あのだから、えー、お休みをさせていただくと、うんうん、いや、多分あのすみません、休んだ方がいいです、でもしかしたら、<laughs> あのものすごく心の広い方がいてるんですね、300万円振り込んだよと、だけど、お休みしてねっ これでクリアさせてください。いやもうそのような感動したような方がいると嬉しいです。とはこのことやらな。うとく人とは言っちゃうんですが、うとはいというわけで、であと値上げの理由についてはですね、安富さんのインセンス増やしたいっていうのもあるんですけど、あの働いてるスタッフ、外注先含めてですね、ちょっと報酬増やしたいなというこのインフレーションでね、報酬言ってるしてるってことは切り下げてるってことですよね。いやもう本当にそうなんで。 あの安みさんの印税を増やしたり、応援をねあのしたいという意味も込めて、えー、ちょっと今回の値上げという形になりまして、決して清水友好がお金をねボロ儲けしたいから値上げするというわけでは、あるかな、<laughs> ちょっとないかあのえー、っとさっき言ったあの綺麗な理由、いやスタッフの値上げをねあスタッフの報酬を上げたい、外注先にもたくさん払いたい、何より安みさんの印税を多くしたい。 うん、これ清水さんの取り分も多くって、ねえと。これがあの正直、えー、と半分で。<laughs> はい、いや、俺もちょっと儲けたいなぁ、ボロっい,いや、そらだって、ずっと同じ金額で働いてたんだよね。ボロ儲けしたいなっていうふうにちょっと思ってて、<laughs> うん、でこれ一応、真実に隠蔽していけないっていうことだったんで、私も正直にお金欲しいなと思います。はいうか、金くれっていうふうに。はいいやー、これからもそのね次々にいろんな企画が出てまいりますから、ねはい 今の段階で分かっていることはですね、3つあります。1、はい、1> お金と複雑さを生きる特典動画にしていますけど、うん、これは別講座として販売しシリーズ化しようかと思っております。2、複雑さを生きる2、こちらをですね、なんと動画26回シリーズでとんでもないことになります。うん、そして3、始まるよ、安富さんの新刊だというところで、ついに,ついに、ついに、ついに。なんかだいぶかかりましたね、ねい,やい,やいやいやいや、<laughs> <は>これこそ最高のタイミングでございます。 というわけで、タイミングを作り出すのが大変やか、はい、やっていきますので、ぜひね、楽しみにしておいてほしいなと、えー、もう一回言いますけども、複雑さを生きる、えー、解説動画10時間付き、7月の10、えー、っと、7月11日の午前中までの入金。まあ、クリジットカード処理だったら、それすぐ終わるんだけどね、早めにしてください。で、午前中までに入金が確認できない方、これに関してはですね、皆さん、残念ながら、キャンセルとなります。 まあまあいいじゃないですか。あのー、貯金したと思えば、その時は。うん、はい。欲しくなったら値上がりしてるけど、許してということで、えー、皆さんに支えられたおかげでね、ひとつき万冊も継続できております。本当にありがとうございます。うん、安富さんも喜んでます。うん、なわけで、今日も楽皮しよう。チャンネル登録といいね、よろしく。じゃあね。